さん、こんにちは、こんばんは、トマトです。いかがお過ごしですか？私は元気です。イエーイ！ということで、いつものようにリアルコーデご紹介していきたいと思います。Day 1は秋葉原に買い物に行った時のコーディネートです。トップスはザラ、そしてスカートはワークマン女子、ヘビロテです。ランニングシューズはサッカニ、ピアスはゴールディ、サングラスは H&M です。この日は上野駅からウォーキングをした日でした。なかなか暑い日で天気も良かったですけれども、途中でかっぱ橋に寄りまして、お盆ということもあってね、空いてるお店がすごく少なかったんですが、4割方3割方っていう感じでしょうか。でそのお店に入ってね、いろいろとキッチン用品とかを見させていただきました。そして歩いて浅草の方に移動して、こちらはですね、インバウンド含めて観光客の方がたくさんいらっしゃいました。で空いてるところをね、歩くのが大変でした。皆さんこんにちは。今ですね、浅草のですね、ロイヤルホストに来ております。すごくね、清潔な店内で、浅草らしいお店はね、すべて観光客でいっぱいだったので、ここがね、すごくいい割にはお客さんが全然いなくって、そしてね、入ってきました。ちょっと休憩します。ヘアピンを止めて、髪をぺったんこにしないようにっていう裏技、前にね、ご紹介しましたけど、どうやって止めてるかっていうふうに、質問がありましたので、ちょっとね、撮りたいと思います。すごいことになってますけど、私はね、ちょっとここだけぺったんこになると大変だから、ということで、ここを縦に留めています。ということで、やると、ちょっとここが、こう、膨らんでるの分かりますかね。今日はね、汗かいたので、かなりあれなんですけど、ここがね、こういうふうにちょっと膨らみます。分け目に対してこういうふうに、こう、留める。そうすると、こういうふうに。そうするとこれ抜いた時にここが膨らむので、後ろがね、ぺったんこになるのが嫌だわっていう人は、後ろに後ろにもうちょっと太めのを横にしてくるくるってこうやっとくといいと思います。私はね、もう短くなったらこんな感じで前で主人が呆然としてますけどはい、ということで、それでね、あんみつを二人でシェアして、食べたいと思います。洋服忘れてた。今日は、スタジオクリップの以前の帽子に、アマゾンで買った汚れ防止のテープをしております。これも概要欄に貼っておきますね。安いもんです。何百円か。これはね、セリアで買った帽子が飛ばないためのこういう紐です。ここで挟んどくというね。耳の後ろあたりで止めております。バッグが以前のオペークドットクリップ。動画でも紹介したんですけど、結構入るんですよ。私荷物多いんですけど、これすごくいいです。オペークドットクリップ。スタンダードプロダクトのメガネケース。サングラス入れたので、外に引っ掛けております。このストラップと同じ幅のストラップだったので、重いものを入れた時に肩にね、食い込んで痛い場合があるので、太いストラップ、調節、長さの調節が効くので、これに、ね、変えています。ストラップ変えるとね、結構便利なことが多いです。今日は、あと GU のブラフィールクロップとチューブトップを着ています。その上に H&M の、変形のリネンのスーツベストを着ておりますけど、U 字型になったやつね。もう以前にね、ご紹介しましたけど、チューブトップの場合は、ここがね、ブラブラしてるというか、カップがしっかりして下に落ちない、安定してる感じがあって、すごい平気なんですね。紐しなくても。でもね、ここがこういうふうに、ふわ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 なってて、ちょっとお腹が見えますけど、ふわふわなってるからこそね、涼しいんですね。パンツはね、ストレートパンツ。あ、これはね、ユニクロのニットの UV カットのアームカバーですね。冷房対策にもいいので、今日はこれにしてます。ピアスは GU の590円のクリアカラーのブラックの方ですね。これいいですよ。
高見えします。3日目のリアルコーデは上下黒のワントーンにアームカバーも黒、そしてベストだけがベージュということで間の色を取ってグレーのショルダーバッグっていう形で合わせています。でワイドパンツね、ゆったりしてて涼しいです。まあ毎回同じような帽子をかぶっております。スタジオクリップのものです。なんかグラスがレトロで可愛い。わあ、美味しそう。サンドイッチのハーフサイズを頼みました。主人はね、コーヒーゼリー。ということで。あら、すごいの来たじゃん。こんなに大きいの。食べきれなさそうな。はい、こんな感じで。今浜離宮のここをねずっと通って、こう行くと、はい、竹芝方面に行きます。現在地こう歩いていきます。インターコンチネンタル、いかがだったでしょうか。私のチャンネルではアラカン女子の豊かな生活のためにファッションを中心にいろいろとお届けしております。最近ではお出かけ Vlog なんかも上げてますので、いろいろ見ていただければと思います。チャンネル登録をお忘れなく。 Thank you for watching. Bye bye.